はいさい皆さん、ウプアザ東洋です。今回は刀、脇刺し、ナマズを通しろを作ります。難しいと思うけど、まあ、なんとかなりますって。まずは刃を作ります。外形を切り抜き、段ボールを2枚合わせる構造にします。刃の模様を、段ボールを切ったり折ったりして表現します。刃の側面の溝は、段ボールの表面を剥がして再現します。なみなみを隠すのがポイントです。めくり穴を開ければ、刃の形は完成です。でも、まだ重要な工程が残っています。段ボールの表面を剥がした紙を、ギザギザに切り、刃先に貼り付けます。接着剤が乾いた後にこれを剥がすと、刃文ができます。あとは束やつば、はばき、切羽、めくぎなどをサクッと作ります。束巻きが大変でした。これらの部品を組み合わせて、段ボールナマズオくんを完成させます。接着せずに組み立てられるので、逆の手順で完全に分解できます。とやー。最後に鞘を作り、刀身を収めて完成です。おまけで刀掛けも作りました。もちろん段ボールです。